今、ダンパーと呼ばれるですね、音を、ね、止める機構の調整をしているんですけれども、音を出すとですね、音が鳴りっぱなしになるんですが、その部分ね、ダンパーと呼ばれる部分が弦に触れると音が止まります。そうですね。止まり。そうですね。で、ダンパーっていうのはあるタイミングで上がって、あるタイミングで降りて弦に触れて止まると。で、上がるタイミングが早すぎても全然動かなくて遅すぎてもダメ。これはですね、スタッカートとかテヌートとかレガートで弾くときに非常に重要な役割になってきます。音をね、つなげたり切ったりっていうね、部分を司ってますので、非常に大事な調整になります。ここを見ていきます。で、こうね、あ、これなんかすごくこう動き出しが、隣はハンマーが半分動いてから動き出すんですが、このダンパーね、最初から動いちゃってるので、動き出すタイミングが早すぎます。で、早すぎるとタッチもね、早いことダンパー持ち上げないといけないので重くなりますので、そのあたりも含めていいねタイミングで動き出すように調整します。ちょっとね、工具でね、調整するんですけれども、ね、だいたいこの辺り、真ん中ら辺よりちょっと手前ぐらいがいいのかな。ちょっと、もう少し調整して、これぐらいですね。はい、これぐらいでね、動き出すように調整します。ね、全部見ていく。これもちょっと早いかな。かかり出すタイミング、動き出すタイミング、早い、遅いね、こうやって調整していきます。ね、順番にこう見ていきます。時々早いのがあるんですね。遅いですね。逆の調整。まだちょっと遅い。非常に細かい調整なんですが、ね、スタッカートで弾いたりとかね、レガートでつなげたりするときにね、後ろのダンパーがね、動いてるのが見えると思いますけど、重要な調整の一つです。揃えていきますね。大体あとはいいです。はい。